用して人権侵害向き合ってください。本日は会社に対して申し入れも行いましたが、それ以降何の対応もありません。ありがとうございます。こういった人権侵害に対してもっと、優先的に考えて対応していけないですか。いや、でも大丈夫です。本日はアウティング抗議デモに集まっていただいてありがとうございます。アウティングがどれだけマイノリティを傷つけるかを知ってほしいという、当事者の方の思いとともに、今回は個別企業の問題に加えて職場や学校など社会における LGBTQ への差別の改善をこのデモで訴えたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。今日は今日3列なんで3列に並んでもらっていいですか。ソーシャルディスタンスをとって、2メートルぐらいとって歩いてください。差別を差別だと思わない人が未だにいることの方が心配だし怒っています。今日はデモ行進して LGBTQ 差別に対する怒り、抗議の声を上げていきましょう。セクマイの人権を守れ。セクマイの人権を守れ。アウティングを許さないぞ。アウティングを許さないぞ。パワハラを許さないぞ。私は、全国一般東京東部労働組合の、須田と申します。今アメリカを中心にブラックライブズマター、黒人の、人たちが400年以上にわたる、差別、収奪に暴力に怒りの声を上げています。私たちも、この日本で、性的マイノリティに対する差別を、当事者先頭に労働組合ユニオンで声を上げて変えていきたい。そのために東部労組も皆さんと共に声を上げていきたいと思います。アウティングという人権侵害に対して声を上げ立ち上がった労働者に敬意を表したいと思います。制度や条例ができてもそれを変態で持ちにするのではなく、現場でも徹底させるために戦う、そういった意味合いで労働組合として今回声を上げ戦っている意義は大きいと思います。そういう行動は今後さらに大事になってくると思いますし、私たちも共闘していきたいと思います。無理解や差別が横行する社会、そんな社会をもう私たちは許さない。そういった声を今日上げていきましょう。朝鮮労使党のルイス・カーネットです。朝鮮労使党では10年前に結成してから多国籍労組で国籍マイノリティの権利を守るために戦ってきました。 LGBTQ の権利を確保するまで戦うのは当然だ。私たちはみんなと一緒に LGBTQ が平等になるまでは一緒に戦うのは当然だと思います。アウティングにあった被害者はイデアルパートナーという保険代理店で働いています。アウティングとは LGBTQ であることを本人の同意なくばらすことを言います。その保険代理店イデアルパートナーで被害者は上司に他の従業員にアウティングをされてしまいました。被害者は上司に一人ぐらいいいでしょうと笑いながら言われたのです。その従業員に被害者は無視をされるなど差別的行動をされました。上司と社長のみ LGBTQ であることを伝えました。他の人には伝えないことを約束したはずでした。被害者はそれ以降会社に行くことができなくなり精神疾患を発症してしまいました。何度も話し合いを重ねてきましたが、会社はこう言います。こちらには非はない、あくまでも善意で言ったと言っています。労災にはならないと言っています。今後労災に協力してもらえるよう戦っていきたいと思います。会社が近づいてまいりました。皆さん国旗を上げたりプラカードを掲げてください。コールももう一度繰り返します。
私たちは怒ってます。あら出てこい。イデアルパートナーは LGBTQ 差別をやめろ。イデアルパートナーは LGBTQ 差別をやめろ。イデアルパートナーは労災申請に協力しろ。皆さんお疲れ様でした。なんか短いようで、あっという間でした。はい、私はデモの実行委員の一人として準備にも参加しました。総合サポートユニオンという労働組合の組合員です。日本の社会は困っているという声が少ないから、見て見ぬふりをして差別をなかったことにしていると思います。 LGBTQ の差別に対してもそうです。声を上げる人が増えて LGBTQ 差別反対がみんなの共通前提となれば、 LGBTQ の人もそうでない人もストレスなく笑って過ごせる時間が増えると思います。今日は本当に、ありがとうございました。またデモを行うときはみんな来てください。お願いします。